皆さんこんにちは、とんちゃんです。ここは神戸市兵庫区の神戸電鉄日踊越駅です。今回はこの辺りをぶらりしていこうと思います。いやー、ここはもう見たらね、すごいのどかなところですよね。山ん中やで。この先見たらもう木ばっかりですよね。木しかないです。もうほんまに森の中を走っていく感じですよね。駅の向こう側にね、ちょっと高台になっているところがあるんで、あの高台からこの日踊越駅を見てみましょう。逆さまやな。というわけでね、さっき駅から見えていました高台の方にやってきました。こういう感じですよね。もう駅がね、木に埋もれてしまいそうな感じですよね。で、この近くにね、氷室神社っていう神社があって、ネットで調べたところではね、そこの神社も管理する人がいなくなってしまって、もうほったらかしになってるような、そんな神社らしいんですよね。まあ、ちょっとそこを行ってみたいと思います。気をつけて。氷室神社ってね、同じ兵庫区にも同じ名前の神社があって、まあ、そこはちょっとした有名な神社で、前に動画で行ったことあるんですけどね。こっちの氷室神社はどんな感じでしょうね。いやー、これ人住んでるかな。これあれ、これ行き止まりやん。入り組んでるな。行かれへんな。なんか川の流れる音と風の音がする。お、来た。お、すごい。これもうね、鳥居が倒れてしまってますよね。あー、すごい状態やな。話に聞いてはおったけど、すごいね。いやー、これちょっと、これは中には入れないですよね。中にこれ家があって、なんか日よけのね、なんかやつがもう斜めになってるし、すだれな。多分誰もおられないんでしょうね。あ、こういう状態か。すごい状態です。というわけでね、次にここの近くには有名な日踊越墓苑っていうね、お墓がありますよね。そこにでっかい大仏があるみたいなんで、大仏さんをね、見に行ってみようと思います。前から思ってたんですけどね、ここってなんで日踊越駅とか日踊越墓苑って言うんですかね。この辺りの住所って、実は神戸市兵庫区の里山町っていう住所なんですよね。で、ここの町の隣に日踊台っていう綺麗な団地がありましてね、そこは住所も日踊台なんですよね。で、あとここから2キロほど南に日踊越町っていう場所もありますね。あの山陸線のあたりですよね。でも、ここは日踊越町じゃなくて里山町なんですよね。なんで日踊越駅とか日踊越墓苑なんですかね。なんでやろうね。で、ここを見てましたらね、石材店が多いんですよね。まあ、お墓があるからそうなるんでしょうけど、もうほんまにね、石材店ばっかりね、めっちゃありますね、ここ。そりゃそうや。はい、ということでね、日踊越墓苑まで到着しました。いやー、それにしても周りがもうほんまにお山ですよね。山と道、石材店もあるで。ここはね、もう山を丸ごとお墓にしたような場所ですね。で、まあ、お墓をね、撮影するのはあんまり良くないと思うんでね、大仏さんだけ撮ってね、ここ降りたいと思いますよ。せやな。あー、来ました来ました。日踊越大仏展望台って書いてるんでね、ここ上がっていきましょう。展望台になっとうねんな。これかな。おお、おったおった、大仏さん。おお、でかいな。すごい立派ですね。すごい、思ったよりでかいな。すごい。奈良の大仏さんとかね、あと僕、兵庫大仏はね、ちょっと前にも見に行きましたけど、ここの大仏さんもかなり立派で大きいですね。これ後ろからも見れるんでしょうかね。ちょっと後ろから見てみましょう。見られますね。すごい大きい、ごっついですね。これが大仏さんのお背中ですね。わー、大きいな。何メートルぐらいあるんやろこれ。すごいですね。お、排水溝で、ここからの景色がね、すごい綺麗ですよね。ここ展望台になっていまして、すごい綺麗ですよ。ここ海までずっと見えますね。これね、素晴らしい。ん？なんか今新幹線の音がしたな。あ、ここ地図よう見たらね、すぐ近くをね、新幹線が走ってるみたいですね。あ、そうか。はい、というわけでね、日踊越墓苑を出てきました。
で、ここの道がですね、夢の白川線っていう太い道路になってましてね、このまままっすぐ行くと須磨区の若草町とか明谷の方につながってるんですね。で、この道がですね、交通量がなかなか多くてね、かなりの高速ででっかいトラックなんかがね、ビュンビュン走るような、そんな道なんですよね。で、この道がもうずっとね、上から下までね、横断歩道が一切ないんですよね。この町はここの道路によって真っ二つに分かれた、そういう町になってますね。どうやって渡るの？歩道橋もないし、どうするかって言ったら、ここの道をくぐるトンネルがありましてね、それを使ってこの道の向こう側に渡ることができるようなんですね。面白い町の作りですね。で、そのトンネルがね、かなり個性的な形をしているようでして、ネットではね、ちょっとした話題になってますね。今からそのトンネルを見に行こうと思います。あったあった、これやな。ここを入っていったら確か、あ、ありましたありました、これですね。これ見てください、これすごいですよ。これもうね、これ高さはこれ何センチぐらいやろ、もうちょっとかがんで歩かなあかんような状態ですね。いや、これごっついな、すごい作り。でもちゃんとあの中にね、電気もあって人が通れるようには作られていますね。ゴミが多いですね。これ子供やったらちょうどええ感じかな。子供を言うてももう小学生ぐらいですね。中学生になったらもう普通に立って歩かれへんぐらいですね。土管かな、これ土管で作ったんかな。すごいでしょこれ。土管みたいやな。なんちゅう道、これすれ違うとき大変ですよね。頭上注意、こういう状態です。すごいですねこれ。なんちゅう、こういう風にね、事故多発、安全な地下道ありっていう風にね、地下道を渡ることを推奨されてるような感じですよね。あ、バス停があるわ。日踊り台の方に行くバスですね。本数も、あ、本数結構ありますね。で、道路の西側の方はね、こっちはあの割とね、新しめの小綺麗な感じの家が多いですね。で、この辺りにですね、大日丸山公園っていう公園がありまして、そこにね、長い滑り台があるそうなんですよね。ちょっとそれを見に行ってみたいと思います。ドモール源平台、この辺確か地図で見たらね、源平町とかそんな住所ありましたよね。やっぱりあの源平合戦の源平にちなんだ名前なんですかね。だろうね。おお、なんかすぐ近くで鳥が鳴いてますね。どこにおるんやろ。すごいすごい、めっちゃすぐ近くですよこれ。ここは長田区うぐいす町3丁目。あのうぐいすっていう字なかなか書けないですよね。で、なんかね、うぐいすって聞いたらね、あの某うぐいすボールをね、思い浮かべてしまいますね。うち大好きどすねん。あ、あった、これやな。あ、来た来た、すごい。あ、これすごいな、ほんまにめっちゃ長い滑り台がありますね。これすごいやん、こんなとこにこんな長い滑り台がありますね。ほんで想像してたよりもね、綺麗ですよね。綺麗にフェイントされてますよね。すごい、なんかしっかりした滑り台やん。これ大人滑っても大丈夫かな。ちょっと滑ってみたろうかな。滑るの？ちょっと滑ってるとこ見られたら恥ずかしいから、誰もおらんことを確認してから滑りましょう。ここまで来たらね、行くしかねえ。うわうわ怖っ。おお、うわすごい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 、ケツ痛。これめっちゃゆっくりですねこれ。うーわ、これちょっとしたね、ちょっとしたジェットコースターですね。あーすごい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 、いて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 、あーすごい。いやー楽しかった。で、ここから見えるこの景色がね、すごいですね。この山の斜面にね、うまいことこう家を建ててね、絶壁ですよねこれ。絶壁にうまいこと家建ててる感じが見えますね。すごいですねこれ。で、ここからちょっと西側にね、ひばりが丘っていうまたかっこいい名前の場所がありましてね、その先を進むと日踊り台の団地の方に抜けれる道があるんでね、そこから日踊り台へ抜けて動画を締めたいと思います。うわすごい橋、あれ丸山大橋やな。すごい、ひばりが丘。これ右折、これは
これか、ごっつい階段やな。またすごいぞ。でここの場所がね、なんか山を開拓して住宅地を作ったような場所なんですけどね、航空写真で見たらね、なかなか面白い形をしてるんですよね。この形もかっこいいのかもしれませんね。かっこいいのか。ああ綺麗な、ここ緑がいっぱいで。長田区ひばりが丘三丁目、かっこいいですね。第八ひばりが丘橋、かっこいい。えらい気に入ってるな。あーこれか。ここを入っていったら日踊り台の団地の方に抜けるみたいですね。あーネットで下調べはしてきましたけどね、思ったより森ですね。いやもうだいぶこれ上り坂ですね。きついな、きついな、この道。それ誰も歩かんわ、きついわこれ。文句多いな。あ車が見えてきたな。日踊り台来たかな。あ来た来た。ここがね、夢の白川線と長田や鈴蘭台の方に行く長田美濃谷線と三陸バイパスにもつながってますよね。あ幸せの村、ちょっと走ったらね、幸せの村も近いですね。ええー、な幸せの村、行きたいな。今から行こうかな。いや無理やな。行かへんのんかい。はい、ということで日踊り台に着きましたね。これがカインズですね。めっちゃでかいですよここ。カインズのすぐ近くにまたカインズがあるんですよ。すごいですよね。でここの住宅地がね、航空写真で見たらね、同じ色の屋根がねずらーっと並んでるんですよ。ちょっと爽快ですよあれはね。そこの住宅地に高台がありましてね、そこの高台からスマコの皆さんにはおなじみの妙法寺川の一番上流の終点っていうんですかね、そこから妙法寺川が始まってるっていう湖がありましてね。妙法寺川の源流点だね。そこの湖はね入ることはできないんですけど、この日踊り台の高台からその湖が見えそうなんですよね。ちょっとそれも検証しにその展望台まで行ってね、そこで動画を締めたいと思います。見えるかな。見えたらいいね。あー賑やかやなこれ。業務スーパー。ここは北区日踊り台南町3丁目。ここ北区なんですね。兵庫区長田区北区の境目ぐらいのところを歩いてきたわけですね今日。スマクも近いで。あー着いた。これやな展望台。この向こうがね夢の白川線が走ってる場所で、この奥にちょうど先ほど言いました妙法寺川の始まりになる湖があるはずなんですけど、ああちょっと見えないか。日が茂りすぎて、ちょっと見えないな。ああちょっと見えると思ったんやけどな。見えないな。残念。はい、というわけでね、無事目的地に着いたということで、ここでねこの恒例の某チョコボールをね開封してみたいと思います。さあそろそろ出てくれよ。はい。あかんか。もうあかんな。はい、というわけでね今回は新鉄の日踊越駅から個性的な街を通ってね、ここ日踊台までやってきました。山の中ばっかりでね、なかなか坂道も多い大変な道だったんですけど、いろんな発見があってとても楽しかったです。それでは今回の動画ね、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。